はい、こんにちは、こんばんは、みちゃと申します。スプラトゥーン3ゲーム実況をやっていきたいと思います。発売おめでとうございます。9月の9日ですね、発売されました。ということでね、早速動画の方を撮っていきたいと思います。周回の方ですかね、8月の27日だ、28とかにあったやつはね、1日だけのフェスは少しだけ参加しておりまして、まあちょっとだけね遊んで面白いと思ったので、ね、ちょっと買ってこれからもちょっとやっていこうかなと思います。とりあえずキャラクター作成やっちゃって、まあなんか縄張りバトルやらサーモンランはどうしようかなとは思うけど、ここら辺触っていこうかな。うん、とりあえずこんな感じでいいんじゃないかな。はい、あ、ボゾムスね。あ、これいいな。女の子で行こう。え、君も？あ、これも選べるんだ。あ、これしよう。これが君たちの姿？そう。さあ、チュートリアル。ジャイロこと今作練習したいね。はい、 Y でリセット。はい、 OK。 こじゃけサーモンランの敵じゃん。イカになる。うん、飛び降りて、武器じゃん。えい、えい、どこだ、えい。あ、ここら辺の操作は2で慣れたな。操作感はほぼほぼ2の時と変わらんから、まあとっつきやすい。よいしょ。まあ、ただね、ジャイロ操作は本当に苦手。これがうまくできるようになればもうちょっとなんか幅が広がるんだろうけど。よいしょ、 OK。 ほい、ボムー、ボムー塗って、ほい、さあ、ウォーミングアップ終了。行ってこよう。 BGM かっこいいね、相変わらず。まあ今作はね、なんかキャラクターのなんていうの、装備とかファッションとかがいろいろあるっぽいんでね、そこら辺ちょっと楽しんでいきたい。あー、来ました、本作のロビー。バンカラ街っていうとこだっけ。めちゃくちゃいいな、いい街だ。始まった、スプラトゥーン3。フレッシュ。お、ニュースね。あ、風花に。さあさあお立ち会い、バンカラ代表の生かした3人組、スリミン連合がお送りする。えい、始まるよ。今日も隅から隅まで続いては塗ってです、見せやしょう。まあ、ここで今のステージとかの紹介が。はい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 。あ、チョウザメ造船だって、懐かしい。ザトウマーケットにスメーシーワールドも。マテガイ放水路。結構知ってるマップ多いな。あ、これサーモンランだね。サーモンランをちょっと極めてみたいな。臨時ニュース、どうした？あ、ナマズ。大根ナマズが愉快不明。あんなでかいナマズ。あれ？本作でも。漫画家のみんな気合で節電。いや、こんなとこ。塗りたくる？あ、解散だった。解散でした。
ようこそバンカラガへ。ここは今急速に発展している生かした街だ。この街ではどれだけ生かしているかがステータス。あっちにバトルに参加するためのロビーがある。街の奴らに認めてもらうにはとにかくバトルだ。ん？なんだあの老人、ものすごくこっちを見てるような。怪しい、怪しすぎる。本当な、気を取り直して何はともあれ断るのみ。ロビーに行ってバトルをするのもよし、怪しい老人の様子を見に行くのもよしだ。君の健闘を祈る。おい、まあ多分ね、この怪しい老人がね、おそらくだけどストーリーモードかな、一人プレイのストーリーモードですが、いや、とりあえずさ、やっぱり縄張り行きたいよね。ちょっと行ってこようかな。あー、でついでにカスタマイズ見よう。あ、武器はこれしかないのか今。はい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 。で、ジャイロの感度マイナス2ぐらい、操作感度こんなもんかな。ちょっとそこら辺はあれだね、また後々そう、ちょっと調整しつつやっていこう。で、武器とかはどこで買うんでしょうか。あ、ここね。また買えないかな。お、武器屋。いらっしゃいやしって、君もしかしてその武器しか持ってないんですか。本当です。新しい武器を使いこなして早く生かした奴になるでしと言いたいところですか。ランク1とか経験足り、はい、わかりました。せめてランク2。 OK、 じゃあ一旦縄張りやってランク上げるところからかな。はい、やっていこう。はい、ということでレギュラーマッチのマッチメイク中ですね。ここの打つエリアいいよね。マッチメイク中に遊べるっていう、嬉しい。さあ頑張っていこう。初戦だ。初戦を勝っていきたい。しかし相手はあれあれ、武器おかしくね。マジな。じゃあ行ってこよう。あ、色が、色が面白い。相手チャーいないね。あは突っ込みすぎたね。で、こういうのは習うよりなれよ。初戦切る。ナイス。このエリアさ、強くね。あぶね。あば。あばばば。どこにいる？オッケー。ナイス。いや、いいね。楽しい楽しい。やっぱこの塗ってる感いいな。なになにこいつ。こいつ何ですか？よくわからん。はい。やろう。ナイス。ほい。ちょっと塗っていこう。ほい。あ、か。上強いな。ああ。やばいやばいやばい。ああ。ノーティラスがおる。懐かしい武器。行ってこいよ。さあ塗ってけ。あ、こっち側塗ったかとまずいぞ。今やられてんな。倒す。やばいやばい、あ、倒す。倒す。あれ強いな。あっ。あのじー、ほい。さあ一旦塗りで負けたくないぞ。あ、ナイス。こういうとこ塗ってこう。あなんかちょっと突っ込む癖がある。
次の NTK 所詮勝ちたいんじゃん。はい、何ああ、上ワイプアウト全員やられた。これは所詮黒星スタートだな。お前、いやでも活躍したぞ。バトルナンバーワン、塗りポイントナンバーワン、アウェー塗りナンバーワンいただき、まずまずのスタートだよと。まあバトルはこんな感じだ。ところでバトル中に味方や相手のプレイヤー名が入った豚のよう、ん？豚じゃねえわ、札のようなもの見なかったか。それはネームプレートだ。マンガラ界のイカやタコたちはネームプレートを使って自分の個性をアピールしている。むむ、君の持っているネームプレートはまだプレイヤー名の登録がされていないようだな。あ、そうだったのね。次のバトルへ行く前にあそこにあるロビー端末でプレイヤー名を登録してくれ。はい、プレイヤー名はみちゃでいいでしょう。みちゃ丸とかにしとく。丸丸、あれ丸ないな。丸句読点句点、はい、登録。任天堂アカウント利用規約に反する名前を登録するとオンラインプレイを制限することされることがあります。気をつけていきましょう。はい、登録です。新しくなったネームプレートでどんどんバトルに参加してランクを上げていこう。はい、了解です。さあもう一回いこっか。さてさて2戦目やっていきましょう。よろしく。お気に入りの武器を早いとこ見つけたいんだが、まだ買えないんでね。まあ、とりあえずレベ上げでしょうね。ランク上げ。行こよ。うわっ、このインク綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。やっば。あ、やっぱ、おお、落ちるんだ。ナイス。あ、ここに当たっそこ落ちるんかい。あ、ここでやばいぞ。ここやばいぞ。いいね。ここ怖いな。マジで落ちる。あ、これリスキーで。サイパー来るか。赤。上オールで。てかこれ全然グレネード下手すぎ。グレネード下手すぎやんけ。オッケー倒した。こっち側塗っちゃおう。味方が強い。前線張ってけ。無理か。あ、ここ一回行け。あ、なんかいる。なんかおるな。すごい。ちょっと攻めてみた。さすがにボコスカリやってるな。破壊された。あ、うまい。今のはうまかった。あめ。ナイス。これは勝ったろ。
勝った勝ったナイス。完璧だ。さあ表彰をいただきましたね。乗りポイント、ホーム乗り、移動距離ナンバーワン、ナイス勝利。かっこいいな感じでね、戦ってまあキルしたりやられたり、まあレベル上げたりギア上げたりとかして、まあのんびり遊んでいくゲームですね。ランカップおめでとう。君が手に入れた武器ライセンスは新しい武器を手に入れるときに必要なものだ。広場に出て武器を訪ねてみてくれ。オッケー、ちょっと行ってみようかな。へいへい、また来たぜ。いらっしゃいやし、バトルの武器なら何でも揃う。カンブリアームズにようこそでし。武器は ZR で使うメインウェポン、サブウェポン、そしてスペシャルウェポンから成り立つ。おーい。武器ライセンスで交換できる。本作はお金での交換ではないんだ。ランクを上げる。武器を使い込むともらえる。あ、なるほどね。昨日のランクで扱える武器が、新しい武器がある。スプラシューター。スプラシューターにスプラローラー、そして多分スプラチョーチャージャーか。あーチャージャーね。チャージャーマジむずいよな。あーでランク3ランク4、結構ランク上げないと。てかノーチャラス持ってた人もうランク28なの、やば。めっちゃやっとるじゃん。なるほどな。オッケー、じゃあ、まあ、まあ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 、普通にスプラシューターカード交換しよう。はい、装備もしときましょう。ということで、スプラ3のね、動画撮ってまいりました。まあなんか、今後どうするかな。まあ、一人で遊んでるのをダラッと上げたりとか、ストーリーモード上げたりとか、まあフレンドさんとね、遊ぶこともあるかもしれないので、ね、そこの時の動画であったり、していけたらいいかなと思います。まあね、おそらくまあ盛り上がるでしょうね。ということでまた、スプラの動画撮っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。